はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は信長の野望早々戦国理史伝の続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、尾張を、ほぼ手中に収めたというところですね、奪還したところまでお届けしました。美濃で唯一残っていた大垣城も攻略済みで、尾張唯一靴掛城だけ残ってますが、この靴掛城に対しても今総攻撃を仕掛けているという状況です。で、一方ですね、今川軍の方の反撃も始まっていて、観音寺付近では敵の増援、10万近い増援が出てきているという状況です。これに対して、我々の方はですね、全国から動員をかけています。で、攻撃目標はね、第一に伊勢方面ですね、伊勢方面の攻略を、第一攻撃目標に設定しています。では早速続きの方をプレイしていきましょう。敵の方もね、増援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 でかなりの数増援出してきてますからね。犬以上が陥落、犬以上が敵に奪われましたね。ということはこの先なんですが、靴掛城の防衛と、あとは鳴海城ですね、この辺りもかなり危険にはなってくるので、この辺りの防衛をしっかりやっていこうかなというところですね。観音寺は最悪落ちる可能性があるということを念頭に采配を振るっていきましょう。とはいえ一応っていうとちょっとあれだな、守りはしたいので観音寺に増援を出します。観音寺方面に急いで増援を出していきましょう。もう敵の方もかなりの数が出てきてますね、観音寺方面に。で、こちらとしては北条に援軍を要請しましょう。で、どこに援軍を出すかというと、犬以上が奪われてしまったので、犬以上を、くれてやるわけにはいかないので、掛川城ですね。で、犬以上今川に奪われたので、犬以上を、できれば取り返したいですよね。で、末盛城に敵の増援か。なかなか厳しい戦いを強いられてるな。そしたら藤田方隊を末盛城に派遣しましょう。西の隊も末盛城へ。名古屋城も囲まれたか。いやー、なかなか厳しい戦いが続いてますね。本格的に尾張の奪還作戦に出てきてますね、敵の方も。こんだけ好き勝手に領内を動かれてますからね、尾張領内をいろいろと動かれてしまっていて、観音寺の方は一応増援が到着しているか、味方の方も。で、小谷城の方も激戦になってますね。で、味方は、全国から動員を出しているので、少し集結に時間がかかるかなというところですね。それまでの間になんとか持ちこたえてくれればいいんですけどね。鎌場城にさらに増援13,600、小谷に増援5,000、敵の増援ですね。で、末盛城を囲んでいるのは、家康隊か。家康隊にこの数でどうにかなるとも思えないな。一刻も早く増援が来ることを願うしかないですね。味方の増援、ご詰めって言った方がいいのかな。名古屋城もちょっと危ないかな。で、観音寺が落とされるっていう事態は避けたいですよね、できれば。で、鎌場城も敵の攻撃にさらされていて、で、味方の方の増援はというと、東北方面の部隊はまだ時間がかかりそうですね。越前、越中、加賀、
から動員してる部隊が、そろそろ到着っていうところかな。そしたらこの一部を、機内方面に回しましょう。いや、機内じゃない、終わり方面に回しましょう。そしたら観音寺の先に救援に向かせた方がいいですね。小谷城のところで詰まってしまっているので、これは先に5000万を落として、そこから観音寺の方になだれ込みましょう。で、味方の方も増援がようやく到着しつつあるかな。末盛城の救援、清洲城の救援、さらには名古屋城の救援という形で、救援の部隊を続々送っていきましょう。かなりの敵味方の入り乱れ具合になってきてるんで、ちょっとね、部隊数減らしている部隊をきっちり下げていくっていうこともしていきましょう。わけが分からなくなってきますからね。で、家康隊はなんとか追い払えそうですね。味方も、谷隊が到着して、藤高隊が危ないので返しましょう。小早川秀秋がいますね。まだこの時は木下秀秋を名乗ってるのかな。じゃあ長島城の攻略に向かいましょう。おっと。で、北条の方は掛川に対して攻撃を仕掛けてくれているかというと、仕掛けてくれてるね。このまま行くと落とせるか落とせないか、ちょっと微妙なラインかな。駿府あたりからは兵が出てなさそうですね。1万9000残ってますよね、駿府は。よし、長島城落としましたね。そしたら長島城を落とした部隊を一部残して、そのまま先に進みましょう。ここの羽津城で合ってますか？羽津城ですね。羽津城の攻撃に当てましょう。で、家康隊はもう、兵糧もゼロだし、味方の方が数が多いので、末盛城に人が入ってないんだな。末盛城に人さえ入っていれば、そのまま家康の首を取りに行ってもいいかなっていうね、感じもしましたけど、さすがにそうはいかないかな。で、小谷の方は戦線がようやく片がつきそうですね。そしたら観音寺の方の、まあ、いわゆる防衛戦も成功したようなので、これらの部隊を返していきましょう。軍を返して乙葉城の攻略に当てます。で、
五世城の方がちょっと数が足りてないかなという印象があるので、挟撃、挟み撃ちにしていきましょう。で、謙信一人で頑張ってくれているこの五瀬山城ですね。清水山城の方には攻撃隊が出てるんですが、こちらの方も少し数を増やしていきましょう。落とす好機なので、この好機を逃さずにというところですね。中之条、落としましたね。中之条は結局味方が落としたんだな。よし、じゃあこの中之条を攻撃した部隊を、五所に向けましょう。いよいよ五所攻略ですね。富士吉田、つつじヶ崎館。まあ富士吉田城に関してももう兵を残しておく必要はないですね。ないので、正行の部隊を小谷を経由して、こちらは五瀬山経由の五所攻めに参加させましょう。で、辻ヶ崎館に関してももう兵をここに残しておく必要はないので、活動用を出していきます。で、ちょっと清水山城の方が兵が足りてないかなという印象ですが、今清水山城から兵を引くと、観音寺方面、乙葉城方面に敵が軍を返してくることが目に見えているので、まあ、ちょっとここは踏ん張ってもらいましょう。よし、ようやく靴掛けが落ちたな。時間かかりましたね。で、五瀬山に関しては、青山隊に攻撃隊を出して、その間に五瀬山を先に攻め落としましょう。で、時間のかかった靴掛けですが、ようやく靴掛けが落ちたので、靴掛け城の攻撃隊を亀山城攻撃隊として当てていきましょう。靴掛けを取ったので、尾張は完全に制しましたね。でだ、五瀬山の方がやっぱりちょっと数が足りてないか。謙信を一度返しましょう。兵糧が切れてますね。そうなると五瀬山に対して増援を出しておく必要があるかな。小谷から藤川隊、藤高隊を出しましょう。で、あと増援が出せるところ、稲葉山に、人が入っているので、稲葉山に9000、これを五瀬山に出しましょう。清水山城もね、邪魔くさいんで落としたいところなんで、清水山城に対してもちょっと数を出しましょうか。
よし、ハズ城を落としましたね。ハズ城を落とした部隊を、そのまま亀山城を越えて、お、長野城の攻撃隊とかも出てますね。伊賀上の方面に進出させましょう。一気に機内へと近づいてきてるな。そしたらだいぶ城を取ったので、取った城たちを地業として、例のごとく与えていっちゃいましょう。基本的には信長軍団に与えていくのが一番効率がいいかなというところなんですが、信長軍団がでかくなりすぎているので、まあ、ちょっとそこはバランスを見て今回は滝川隊に与えましょう。靴掛けだけ与え忘れちゃったんだな。じゃあ靴掛けだけ、信長に与えましょうか。まあ、どっかで一度ここもね整理したいところですよね。もうぐっちゃぐちゃになってきてるんで。音羽城も取ったね。じゃあ音羽城の攻略隊で牧島城の奪還に向かいましょう。清水山城取ったら御瀬山に出しますか、兵を。二条御所もついに取ったか。いや、ここまで来ると雪崩のごとく城が取れていきますね。武部山城に軍を出しましょう。で、長島城を攻略した部隊ももうすでに兵は十分に休まれているので朝宮城へ。で、さらに郡上八幡とかに集結させてた部隊を観音寺へと進めましょう。観音寺音羽城方面に進めて、まあ、いざという時の決戦兵力として、待機させておきます。これで機内方面に何か有事が起きた場合でも即時対応できるという状態を作っていきましょうか。さらに御所にも兵を駐留させましょう。よし、なかなか盤石な構えになってきましたね。で、大道城にいた部隊も、御所に変更しましょう、待機場所を。松ヶ島にちょっと兵が足りてないな。松ヶ島も取りましたね。
さ、炎のごとく一気に機内方面なだれ込んでいってますが、この勢いそのままに一気に大阪方面まで進出をかけていきましょう。この辺は兵糧は60か、ちょっと数が心配になってきてますね。兵糧の数の心配が、なので一度伊賀上野を通って筒井城へ。何、当家の姫であるタイが出家しただと。伊賀上野方面に板部隊の一部をちょっと劣勢になっている鳥羽城へ出していきましょう。で、桐山御所攻めた部隊は、どうしようかな、統一城攻めに入ってもらいましょうか。御所にいた部隊が一部溢れてきているので、御所にいた部隊を牧島城へ出しましょう。まあ敵はね、今川軍はまた多分その中国地方方面と、あと四国にいる部隊が盤石の構えで完全に残っている状態かなとは思いますので、まあそれらをこれを相手にすることを考えると一気に勝負を決めていきたい、ところにはなってきますよね。では援軍の要請を出していきましょう。掛川城は結局落とせなかったんだな、北条軍はね。落としてほしかったところではありますけど。さあ、牧島城も落とせそうですね。そしたら有岡城へと進出。さあ、統一城も取ったら今度は式山城へと向かいましょう。牧島城でかなりの兵がスタックしちゃってるな。ちょっともったいないかな。どこでそんなに敵にやられてるっていうんだ。どこの方面が少し兵が足りてないのか、劣勢になってるのか、ちょっと見極めが難しくなってきてるな。数が多すぎて。そうすると朝宮城の攻略隊が余ってるので、朝宮城の攻略隊を筒井城の増援に出しましょう。で、牧島城が多分あまりいい推移をしていないかなという感じなので、御所にいた部隊を、牧島城へ向けます。で、観音寺に集結させていた部隊、これをもみへ出しましょう。で、竹部山城の攻略部隊の数がちょっと足りてなさそうなので、これでいいでしょう。
そしたらまた城が増えているはずなので、この辺りで一度城の整理をしておきましょう。事業として、まあ、今回は信長軍団にもうまるっと与えていきます。まあ、これはねもう自分で内政をやり直すのがめんどくさいっていうだけなので、お任せでいいかなと思います。乙葉城にまた与え忘れがあるので、じゃあこれだけまた滝川家に与えていきましょう。ちなみに今の兵力的にどうなってるかっていうと、大友が59万、うん、で今川が100万切ってますね、90万ですね。で、北条が85万、で我が方が77万か。まあ、だいぶ合戦で兵を減らしましたよね。おそらくね。まあ、それゆえかなとは思います。加藤義明を討ち取ったか。で、この辺りは、小十郎を残して一度撤兵しましょう。竹部山からは。でだ、外交状況をちょっと確認しておきましょう。外交状況は北条とは残り19ヶ月で信用が100あるので、まあ、このままでいいですね。全く問題ないです。で、地業としては、さらに今取った竹部山城と牧島城を与えておけば問題ないかなというところですね。今攻撃隊が出ているのが、こちらの筒井城ですかね。四季山城にはちょっと兵が足りないかなというところなので、有岡城の攻撃隊までは出しておきましょうか。いや、飯盛山城の方が先だな、それなら。石山御坊を攻めるだけの力はないかな、さすがに。だったら四季山城へ向かいましょう。石山御坊を攻めるときはまた全国から大動員令を出してからの戦いになるかなと思いますね。さすがに巨格。筒井城が落ちてないのか。6500、筒井城に木曽義政隊を、でじゃあ出しましょう。有岡城がちょっと落とせないかな、今回のターンだと。ほぼほぼ全国に動員した部隊が一巡した感じはありますね。掛川城は北条が取りましたと。敵の攻撃にさらされてるな。じゃあこれは御所から飯盛山に兵を出して救援に向かいましょう。
はい、というところで今回はどうでしょう。三河尾張方面から一気に二条五所までダッシュしましたね。だいぶ進んできたかなと思います。まあ、このままの勢いで、次回はですね、できれば中国地方方面、播磨あたりまで進出をできればいいかなというふうに思っています。で、三河から遠江方面はもう、あえて兵を割く必要もないかなと思いますので、このままにしておきます。で、四国に攻め入るかどうかは別にしてですね、中国地方方面を平らげたら、今川完全に潰すところまで行かずとも勝敗が決するというところで、終わりにしていきたいかなというふうには思っていますので、引き続きですね、中国地方方面の攻略を行っていきたいと思います。では最後の情勢だけね、確認しておきましょう。まず、大友家拠点45、武将156、兵数61万という状態です。で、北条の方はですね、拠点数51、武将200、197、兵数が89万。で、今川家ですが、拠点が85、武将が594、兵が95万。で、我が方はというと、拠点が106、拠点が106なので、拠点数でも今川をついに逆転しましたね。武将数こそ、全然足りてないですが、拠点106に対して武将が194ということは、各拠点に2人いるかどうかというところですかね。それに兵数が95万というところで、兵数に関してはもう完全に今川と拮抗する、ほぼ互角の兵力になっています。武将数だけかなとは。ただ武将数逆転するのはちょっともう無理かなと思いますんで、数的にね、どう見ても。なので、今いる現有兵力、現有戦力を持って今川家に、対抗していきたいかなというふうに思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。